こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県をドライブしております。日帰りドライブですね。2月にですね、静岡県に河津桜、ピンクの濃い河津桜を見に行ったんですけども、本日はですね、ソメイヨシノ、薄ピンクの綺麗なソメイヨシノを見に千葉県の成田に向かっております。成田の、桜の山公園だっけな、桜の山公園で、桜を見つつ一緒に飛行機も見ようかなと思っております。もう今千葉ニュータウンかな、ここからあと 3,40 分ぐらいで着きますので、軽くドライブ楽しみつつですね、もうすぐ到着しちゃいますね。ではドライブ楽しみます。ニュータウンいいですよね。すごく何でも揃ってるし、不思議な街に感じるんだよな。今すごく人気のある街だった気がするけど、これは分かりますよ。成田に入りましたね。もうすぐ着きます。着きました。平日なんですけど、混みすぎで車止められなかったですね。たまたまおじさんが譲ってくれて本当ラッキーだった。では中歩きます。焼きそば安っ。天気悪いし若干逆光なのであんまり綺麗に見えないですけど、満開ですね、ソメイヨシノ。え、これ売ってるの？建物を抜けまして、こちらがですね、桜の山ですね。桜咲いてますね、綺麗だ。マジで天気悪くて、桜が絶対これね、天気良かったら綺麗なんですよ。それよりも今ね、屋台の飯が安くてうまそうで、そっちが気になってますね。お腹空いてきた。なかなか人が多くてモザイクだらけになりそうだな、これは。飛行機撮りたい、飛行機、後で飛行機ちゃんと撮りに行きます。ここすごいですね、本当に桜並木、桜のトンネルですね。これこそ綺麗。こりゃ人気スポットですね。これは飛行機も見れて、桜も見れて。戻ってきました。今からは飛行場を見ます。結構人いるでしょうね。おー、飛行機飛ぶよ、飛ぶよ。あちらはエアーインディアですね。飛び立ちますね。
ジェットスター、これ望遠レンズが必要だな、もっと目いっぱいやってるんですけどね。ピーチ、でかいな、カーブ。それでは桜も飛行機も満足したので帰ります。もう人が多くてなかなか落ち着かないですね。けどすごくいいところでした。はい、人気がないとこに来ました。いかがでしたでしょうか。桜と飛行機の、飛行機来たかな、飛行機がまた来たっぽいですね。桜と飛行機の共演ですね。飛行機来ましたね。見えるかな、どこだ。いますね、いますね。天気がね、天気が惜しくも、これが青空だったらもっと桜も生えて気分も上がってたと思うんですけど、まあ、あとこの時期はどうしても混みますね。桜が咲いてない時期でもこちらの公園何度か来たことあるんですけど、飛行機を見るにはすごくいい公園ですし、駐車場無料だし、施設も整ってますんで、一度ぜひ来てみてください。本当に素晴らしい公園なので。というわけでですね、今回のドライブはこちらで終了とさせていただきます。またここから帰りドライブ楽しんで、帰ります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。先ほどの桜の山からですね、少し車で走ったところにある、三里塚桜の丘ですね、こちらでもですね、桜と、飛行機が少し見れるということなので、来てみました。桜も綺麗ですよ、こちら。ANA 機の格納庫ですかね、あれは。飛行機は1機だけかな。デルタと JAL もあるのかな。あんまり小さくて見えないな、字が。では帰ります。もう風も強いし寒くなってきたんで、もう本当に天気って重要だな。